自陣36ヤードからセカンドダウン11の攻撃で試合を完成します。その南山高校の攻撃が継続しています。南山高校今度はメインスタンドから向かって左に攻める格好に向きが変わります。ボールオンは自陣36ヤードから南山高校セカンドダウン10、失礼しました、セカンドダウン11に訂正します。南山高校セカンドダウン、パス不成功。ここで左に展開したランニングバック5番へのフェアパスでキャッチアンドラン、ハカランという作戦でしたが、しかしこれはキャッチミスでパス不成功でサーランに変わります。パーニーメッセージありがとうございます。できる限り、まあ、パーニーのようにはうまくいかないかもしれませんが対応したいと思います。ファーストダウン獲得まで11ヤード、サーダウン11。ここでドロープレーを展開しようとしました。パスに見せかけてラフで相手のフラを掴むというところでした。30番ハンディングバックの段階でオープンディフェンスに殺到し、このラン少しコースターに変わります。南山高校フォースダウン15の状況です。南山高校フォースダウン、南山パントフォーメーションを取りました。ここでホイッスル、反則の発生です。イエローフラッグ、反則が発生しています。デッドボールファウル、ビルアウゲームオフェンス、ワードバッターにしてフォースダウンになってます。オフェンスの反則です。プレーオフザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。ワードバッターにしフォースダウン、やり直しとなります。反則です。南山高校5ヤードを抜退し、フォースダウンの攻撃をやり直します。南山高校ボールオンを自陣27ヤードに下げられましてのフォースダウンに変わります。バントフォーメーションを取っています。リターンに入る、ナイスカバー。ここでリターナー1番がキャッチしてリターン入ろうとしましたが、そのすかさずの一瞬の隙を突いて南山タックルし、結果的には大手門学院1秒や1秒確保しての大手門学院高校の攻撃に変わります。南山高校下級生が多いこともありまして、このフットボールスキルの点において懸念私は持っておりましたが、なかなかどうして全く五分の戦いを見せています。東海地区の優というその威厳、を見せつけて見せつけられている思いでございます。さあ大手門、これを跳ね返せるでしょうか。ボールオン自陣40ヤードから大手門学院高校ファーストダウン10。中央へのプレー、ここで最も力がある中央のランプレーを展開しました。ランニングバック12番大手間学院高校、ランニングバック12番奥のローの中央へのランプレー、順位は4ヤード。キャリア12番は奥の2年生です。大手間学院セカンドダウン6、大手間学院高校セカンドダウン、今度は左奥をつきました。ハンドオフから左奥を展開し、逆転を展開しています。5ヤードのゲーム、キャリア1番は先ほど勝ち点が出ました奥村です、3年生。
大手門学院高校サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り1ヤード。大手門学院サードダウン残り1ヤード。大手門学院高校ランニングバック40番青森栄子のランプレー、見事攻撃権更新果たしております。見事攻撃権更新果たしております。ランニングバック40番青木さんです。これによって攻撃権先頭し、大手門学院高校敵陣に入り46ヤードから新たに4回の攻撃開始、ファーストダウン10。大手門学院相手陣46ヤードからのファーストダウン10。大手門学院高校パス成功、ファーストダウン獲得。クォーターバックここで一気にロングパス、左サイドには駆け上がりました。ワイドレシーバー81番、大手門学院高校高校バック9番谷口春から、大手門学院パスだ。クォーター18番谷栄太のパス成功、見事にこのキャッチボールでした。レフリータイムアウト、ウォータータイムを取ります。ここでウォーターブレイクが入ります。中段を押してください。南山鮮やかな攻撃を展開し、大手門を翻弄しておりましたが、大手門これをパワフルなプレーによって一気に押し返していっております。現在その大手門攻撃中の状況でウォーターブレイクとなっています。パーニー、そうですね、先ほどのキャッチ本当に素晴らしい球際の強さだったと思います。アメリカンフットボールはいわゆるスピードとパワーを象徴する競技とも言われていますが、同時にその競り合い、フィジカル、そういった粘り強さという部分も大きな要素になります。ある意味身体能力以上に重要な強さかもしれません。さあ、その大手門学院高校は攻撃継続する形で相手陣10ヤードからの攻撃に入ります。残り距離10ヤードということになりますので、ここからはファーストダウン2ゴール、4回でタッチダウンを狙います。大手門学院相手陣10ヤードからファーストダウン2ゴール。レフリータイムアウト終了です。大手門学院高校ゴール前10ヤードからファーストダウン2ゴール。さあ、まずアイフォーメーションから中央へのプラスプレー、大手門学院高校ランニングバック12番奥野レオンのランプレー、託されましたのはランニングバック12番の奥野でした。2年生です。ヤードのゲイン。大手門学院相手陣7ヤードからセカンドアンドゴール、エンドゾーンまで残り7ヤード。3ヤードのゲイン。大手門学院高校ゴール前7ヤードから2回目の攻撃、セカンドダウン、ゴール2ゴール。さあ、どうだ、タッチダウン、タッチダウン、ここで隠したのは1番の奥村でした。ハンドオフから右オープンに送るスピードによって展開、相手タックルを受けましたが、それを引きずりながらエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。ゴール前7ヤードからランニングバック1番奥村光大がボールを持ち、大手門学院エンドゾーンへとボールを持ち込み、タッチダウンを重ねまして6点追加となっています。大手門学院高校第2クォーター6点追加、これよりトライフォーポイント。キックフォーメーションで13番片岡がキッカーに布陣しました。
このキックを決まりまして1点追加。大手門学院高校14点、南山高校0点となっております。片岡優太郎のキックが成功。エキストラポイントからに1点を追加し、大手門学院高校第2クォーター合計7点追加で、ここまでの得点14点です。大手門学院、そのボールを確保しましたら近づいプレーを展開しまして、現在タッチダウンを重ねております。大手門学院高校キックオフ、試合再開となります。さあ、南山としては今度の攻撃シーズンを何とか生かし、反撃のタッチダウンを上げたいといったところでしょう。さあ、リターンに入らんというところでしたが、ここで、リターンが10番フェアキャッチシグナル上げまして、ここでプレー終了となった模様です。失礼しました。大手門学院高校キッカー13番片岡優太郎のキックオフ、豊南山高校リターナー10番斉藤キャッチがフェアキャッチ。リターンチームの方がリターンの意思なし、フェアキャッチをしボールを確保した場合にはタッチバックの判定になり、自陣25ヤードからの攻撃となります。25ヤード以内のフェアキャッチでしたので、南山高校の攻撃、自陣25ヤードから開始します。南山高校自陣25ヤードからファーストダウン10。ファーストダウン10。ここでオプションプレーを展開。南山高校ランニングバット30番右オープン展開。コースケのランプレー。これを大手門学院、しかし素晴らしいタックルを決めまして、ゲインを3ヤード程度にとどめております。しかしスピードによった素晴らしいランを決めましたのは、南山高校32番の徳永でした。2年生このオプションの一連の動きを見ましても、非常によく練習された成果が見えています。セカンドダウン、セカンダンス。今度はヒッチパス。ワイドレシーバー17番ボールを日本のパスをキャッチしまして、そこから前進。ワイドレシーバー17番ヘッター矢本のパス成功。タフなキャッチアンドランを決めたのは南山高校17番のホッター1年生です。南山高校自陣32ヤードからサーダン3。南山高校サードダウン。さあ、ここでリバースプレーを展開しようとしました。南山高校ランニングバット32番徳永康介のボールを持ち、フォースダウンに変えます。1ヤードのゲーン、そうしました。2ヤードのゲーン、南山高校フォースダウン2。さあ、南山高校フォースダウン、ここでホイッスル。はい、タイムアウト、チームタイムアウト、大手門学院高校前半1回目です。大手門学院高校、ここで前半1回目のタイムアウトを投入しました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。ここで南山がフォースダウンギャンブルの状況でロンリーセンターを組みました。この状況に対応するために大手門、ここでタイムアウトを使いました。南山高校やはり侮れません。さまざまな策を講じまして大手門学院を崩そうとしております。
タイムアウトときまして試合再開となります。現在南山高校の攻撃フォースダウン2の状況です。ボールオンは自陣38ヤード。南山高校ホームセンターにつける。さあ一球目ランギター、判定どうか。攻撃権更新ならず。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。負傷者が発生したためレフリータイムアウト入ります。しかし先ほどのランプレーで攻撃権更新を図りました南山のランは結果的には届きませんでした。4回目の攻撃失敗という形で攻守交代となります。攻撃権変わりまして次のプレーは大手門学院高校の攻撃で試合再開となります。大手門学院見事にこれをしのぎました。さあ取り返しまして大手門の攻撃が始まります。ボールオンは相手陣34ヤードから大手門学院高校ファーストアンテン。大手門ここで前半2回目のタイムアウトを使います。時計を止めます。ここで大手門学院高校前半2回目のタイムアウトの要求です。大手門現在前半残り時間59秒となっています。ルパンさんメッセージありがとうございます。先ほどから試合展開非常に目まぐるしくしばしば時計を止めるタイミングを逸してしまっております。できる限り会場の時間に合わせられるように微調整かけていっております。何卒ご了承ください。撮影しながらの手時計ですのでこの点はどうしても操作が遅れてしまいます。申し訳ございません。タイムアウト終了。大手門学院高校敵陣16ヤードからファーストダウン。攻撃継続です。ボールオン相手陣16ヤードから大手門学院高校ファーストダウン点。前半残り時間59秒。パス成功、ナイスカバー。パスインコンプリート。ここで左に展開した15番にパス、しかしこれを南山3番見事にカバーしましてパス成功に変えています。見事なカバーを披露したのは南山高校3番の篠原1年生です。しかし大手門学院優位は変わりません。ボールオン相手陣16ヤードからセカンドアウト。残り時間54秒。大手門学院高校セカンドダウン。ここでホイッスル、審判団によってホイッスルが吹かれております。反則の発生です。イエローフラッグが投じられました。反則発生です。どのような反則があったでしょうか。
ホールスタート。オフェンス、ワイドバックアップ。オフェンスの反則です。ホールスタート。不正なスタートを切りました。オフェンスチームは1秒間静止する。そしてプレイヤーに動き制限があるなど、さまざまな条件があります。フォローを守らずプレイをしますと、5ヤード抜体となります。攻めの線、5ヤード下がり、セカンドダウン、やり直しです。大手門学院高校5ヤードバッタイシセカンドダウンの攻撃をやり直します。セカンドダウン15です。パスワン獲得までは21ヤード。パス成功。ナイスゲーム。パスだ。大手門学院高校バッテリーコール。ファーストダウン獲得。大手門学院右に振ってから左に振ってから右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 に振って。さあこれで大手門学院は相手陣2ヤードに入りましてのファーストアンドゥーゴールに変わります。中断プレイ、タッチダウン。大手門学院高校タッチダウンです。ここで大手門は本日大活躍の1番奥村にボールを託しました。奥村本気で迎えまして密集点飛び込みタッチダウン。エンドゾーンへとボールを持ち込みタッチダウン。大手門学院高校第2クォーター6点追加となっています。これよりドライブポイント。しかしこのトライフォーポイントは失敗となりまして6点止まりとなっています。大手門学院高校20点、南山高校0点。しかし大手門リードを広げることに成功しています。ここまでの得点20点です。苦しい攻防戦となっておりますが、しかし要所で大手門学院がエース奥村の快速を生かしましてタッチダウンを重ね、現在20点のリードを確保しています。前半終了間際ですが、大手門学院のキックオフで試合再開となります。フェアキャッチしまして、大手門学院高校キッカー13番片岡雄太郎のキックオフ。それを南山高校リターナー10番斉藤和がフェアキャッチ。大手門、失礼しました、南山高校自陣25ヤードからファーストダウン10。終了まで残り31秒、南山高校自陣25ヤードから攻撃開始です。中央へのランプレー、キャリア32番に反応しまして左オフタックル突入しました。原因は2ヤード。南山高校ランニングバック32番徳永浩介のランプレー、ゲインは2ヤード。南山高校セカンドダウン8。ここでホイッスル。ここで前半の時間が長くなりました。前半戦終了です。前半終わりまして大手門学院高校ランバージャック20点、
南関高校、クルセダーズ大学、大友学院高校は3つの立ち上がりまして20点リードとなり、前半戦終了となっております。しかし南関も素晴らしい攻撃を展開しており、奇襲含めまして大手門を追い詰めながらの試合展開となっています。この白熱した攻防戦は現在これよりハーフタイムに入ります。この間に総合前半での状況を洗い直し、後半の対策を講じると思われます。このハーフタイムでその策を見出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。このハーフタイムをこの配信もインターバルとさせていただきます。後半開始まもなくとなりましたら再び実況を再開させていただきます。